どうも皆さん、こんにちは。サムギチャンネル一流の夏屋、一流のタケロ、一流のシェフのシェフ、言ってて後ろにいないになっていきましょうってんですけどね。本日、はい、もう1月3日なんですよ。1月何日にこれが放送されるかわからないですけど、1月3日なんですよ。はい、1月3日といえば、うん、まあ、新年明けたじゃないですか。うん、そこでまあこう街はね、初売りとかに走ると思うんですよね。そうやな。っていうことを念頭に置いた上で、タケイロ、年明けで一番最初に行った店どこ？まあ、買い取りマックスやな。なんで新年一発目からエロ屋さん行くし。気が向いたね、それはもう。察してくれ。ということでね、この滝広が新年早々親の顔より先に買い取りマックスの店員の顔を見た時に面白いものを見つけたんですね。せや、なるほどな。うん、多分エロい福袋です。多分エロ屋の福袋。何かわからんもんな。エロ屋の福袋だけやってきた。中身は全然エロくないかもしれないし、わからんねんけど、これ映ってるかもわからんねんけど、とりあえず、ね、せっかく買ったやったらまあね、紹介してよかったので、ね、僕らもまだ何が入ってるかわからないんで、はい、とりあえず、まあ、記念すべき一商品が、はい、何やろ。ベッチ、ういよ、いわゆる飛びっこっちゅうやつやな。防水の飛びっこやな。え、これ完全防水や。これあれワイヤレスじゃん。ワイヤレスじゃん。ワイヤレスや。遠隔や。まあ、遠隔で肩こりをほぐすやつ。そう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 。おばあちゃんにやるのかな。じゃあおばあちゃんにな。肩こりを肩こりああ我々に必要じゃないね、これ。元祖至高の名作パイ上級者向け。おい、勘弁してくれなし。詰め合わせに上級者向け入れたらあかんやろ。3品目ダルーン。ブイン。おいおい、ね、おい。フェザータッチな何かですね。フェザータッチな何かやな。やってくれ。奥まで震えるとは書いてる。だいたい女性向け。おい、ミスチョイス。奥まで震えられても困るもんね、俺らは。俺らはな。ああ、気を取り出し、気を取り出し。気を取り出し。頼む。2万円分入ってるやろ。せえ、まあ諦めるにはないよ。いきます。はい。4品目。お、ちっちゃい。いやー、いや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 。使わんの。え、なんなんか現状分かってない、俺には。え、あれよ。でも、あっこやろな。まあ、強制的に生かされちゃうって書いてるからね。強制絶頂って4文字。勘弁しておくんなしよ。素敵な4文字や。あと5個目。あと2個や。あと2個。ちょうどいい。ちょうど6個かな。小さい方いこう。ベン。デン。おいおい、やっと来たけど、これ。おい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 。チンチンにつけるイヤリングやな。そやな。チンイヤリング。まあ、ちなみにこのアルファベット読めたら意味とかわからん。マックスボッキ。マックスボッキ。やっと来ました。まあ、そやな。最後、最後です。何を頼めばいいかわけ。重いな、最後。重いに重い。でかい。ラスト。いきます。はい、せーの。ベーン。やった。やった。シバ。なんかわからんけど振動らしいぞ。おい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 、振動と振動とかけてんのかこれ。うん、おいおいおい、クソしょうがない。もう嘘やろこれ。え、使えんのあらへんがな。ほな、そう書いといてくれな。予想外すぎるぞ、まあ、結果やむええかドラフトしようか。最初はグッチョキ、ほい。よし、最初はグッチョキ、ほい。うわ、待ってくれよ。これむずいぞ。頼む。おー、まあいい、良さげよな。なるほどな、遠隔で。遠隔がやっぱ、遠隔に引かれた。遠隔で肩こりほぐせるからね、それは。楽しなってる、遠隔で肩こりほぐせたら。せやな、だって隣の部屋におるおばあちゃんの肩こりほぐしてあげれるから。めちゃめちゃ優しい孫。おじいちゃんでもいいけど。ほな、いいっすか。どうぞ。すいません。行かれた。行かれた。なんせやっぱり自分で使えるっていうのに引かれた。圧倒的に引かれた。相手いるもん。もう、じゃ
いや、どうぞ。もうこいつだけ大なしやん、とりあえず。ちょっと状況じゃ無理やからね。そっからだよ、話は。うんうん、吟味するね。使わんな。電話の振動、振動です。これはね、やっぱ一番サイズがでかいから、一番肩ほぐれるかな。しかも柔軟360度ヘッドやからね。二巡目。そうやな、ちょうど6回。大丈夫。じゃあ、はい。強いこいつ。じゃあ、おい、もうええや。え？これも。なんなん。吟味する。この上級者向けやんな、これ。でも、りょう上級者やん。それ、何のとは言わへんけど。いっちゃん上級者やん、りょうが。いや、これで、クエザーで。いいっすか、いいっすか。煽りに乗ってくれなかった。なんで。どかせー言うねん、こうして。はい、ということでね、買い取りマックスは、新年早々行くべきところじゃないということが分かりました。しげねえ。えらい目見た。間違ったもん、こう出るもんな、ぶっちゃけ。何してんということで、また次の動画でお会いしましょう。グッバイ。チンチンチン、家賃300円。